吉さん闇金ドックスに出てくるその金貸しのね山田だったかな役者の名前だったと思いますけどもあの主人公がねピアスしたあの元ホストのような気もするんですけどもそいつを雇ってるまあ元ヤクザの組長っていうのがいるじゃないですかちょっと名前忘れたんですけどもね彼の演技なかなか私好きなんですけどもああやってね あの金貸しの親玉みたいなあの暗い演技をしたと思ったら今度あのドリフターズのなんかねリメイク版と言いますかね全員集合の現代版のなんかそのドラマのね志村けんの役もやってるんですよねだから役者ってすごいなと思いますいろんな人生を歩むことができるからね役者ってのはすごいなと思いますよね。 うんまあ、私が好きな、ね、俳優は、ね、最近ねマックス・チャンっていう香港の、まあ、50歳直前の、ね、カンフースターなんですけども、まあ、香港の最終兵器って言われていてです、ねまあ、ジャッキー・チェンがいてリー・リン・チェイがいてドニー・イエンがいてその次に控えている大物なんですよね、まあ、彼はずっとあの日の目を見ない役者生活だったんですけどもここ23年で,です、ね、40代後半になってやっとブレイクするようになったんですよ すごいあの体もね動くカンフーのいろんな武術大会で優勝しているほどの逸材だったんですけども役者に転じてからはいまいち日の目を見ない日々だったんですよねで20代30代と全然当たらない日々を過ごしてくる中で有名女優と結婚するんですよですんでね逆格差婚っていう風に香港でも言われてたらしいですよねでも奥さんはやっぱり見る目があったんですよね今は 香港のトップスターですよで、インスタグラムで自分のね、えー、画像を更新してもすごくバズるしでなんかねあのダンスチームとかを作ってねそこでも目立ってるしねでアクションも最高だしで出る映画はもう今としなっては主役ばっかりだしねでシルベスター・サロンの,あの映画にも出てるんですよ。 エクスペンタルブルブズかかかななんかだったかな、まあ、そこで「謎の東洋人」みたいなね準主役で出てたりして結構ねんなんですよね、まあ、ここで何が言いたいかっていうとあの20代30代がずっと下積みでもずっとね第一線で耐えるだけのトレーニングをしていることとあとは繰り返すことによって運が向いてくるんですよね。 あまだいたのみたいに思われるところもあるかもしれませんけどもよくいてくだすったみたいなねそれからいろいろ追いついてくるんじゃないかなと思うんですよそのひたむきさとかでやっぱり、うん、なんと言いますかねビジネスでもねほとんどの人は大気晩成だと思いますそはそれこそ初めて23年で花開いたっていうのはほんと珍しい例でそういう人は珍しいから話題になるんですけども でも普通の人はねある一定の年数5年とか10年やって下積みを経てブレイクするんじゃないかなとだから億万長者合宿に参加した時点で素人でも今日の今日まで、まあ、私たちね吉谷さんとか私みたいなペースで続けていたら今はひとの人物になったんではないかなと思いますし「あ億万長者に合宿に参加して億万長者になったね」って言われるのはまさに今日あたりじゃないかなと思うんですよ。 で、ある時ね、億万長者合宿に参加したら億万長者になれるんですかみたいなことを言った人がいましたけどもまあ今日までね億万長者合宿に参加して参加した内容のことを今日まで続けていればなったでしょうね。少なくとも今の時点でじゃあ億万長者合宿の時に私がね皆さんのことを紹介しますよって言った時にうまく紹介できなかったでしょでも、今日、ね、令和4年の2月に この2526日あたりに私と一緒にズームライブをやってでその時に改めてね億万長者合宿の時に紹介できる商品がなかったその悔しさをバレに今コンテンツを作ってコミュニティ作ったんでそのオンラインサロンか何かを紹介しますよって言ってねそれはブレイクしたと思いますよだ億万長者になるんじゃないかなと思いますね結局回答ってじゃあ合宿に参加して参加してはい 億万長者合宿が終わりましたカリキュラム1泊2日終わりました「はい億万長者です」みたいなことを考えていたらそれは無理ですよどうやって一晩で1億円稼ぐんででですすかって話ですよねでもあれから3年4年経ってずっとやっていればね今の時点で何百万とか何千万とかっていうのはプラスオン人生にされたと思いますし数百万数千万を稼げるスキルがねもしできたんだったらそれはもうすぐ1億円になるよねって話を今だったらできたんじゃないかなと思うんですよ。 だからね、一晩でね億万長者になれますかみたいな趣旨の質問をしたと思いますけどもまあけどね仮にも億っていう金額を集めようと思ったらお金を支払ってくれる人を数百人ねチョイスしないといけないですしその人たちに一つ一つ丁寧にねワントゥワンのセールスを送って一人当たり数十万から数百万をいただいてやっと1億ってできると思うんですよね。ううん、うまあそうう風、そいに 考えていけば今ね30代40代の方でも全然それは目がありますしね50代になっても60代になってもお金の問題を解決したいと思うんだったらもう今更ではなくって今からやってもらいたいなと思いますねそれが本当に億万長者合宿で伝えたいことの一つだったんじゃないかなと思います億万長者合宿に参加して今の今までそのカリキュラムの内容を続けてるのは 結局私と吉谷さんだけってことになりますよこんな皮肉な結果ですよ本当に何のために稼ぎたいと思ったんですか何のために稼いでる人と一緒に時間を過ごしたんですか、ね、変わるのはあなた次第ですよいってらっしゃい